どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を食べてまいりたいと思います。本日のお夕飯ホットモット、今日もちょっと残業だったのよ。ちょっとねこれからなんか忙しくなってで残業増えるって、とりあえず飲もう。まあね、お仕事があるってことはありがたいっていうことなんだよね。そう思って頑張りますよ、ほんと。今日ね、ホットモットのね、チキン南蛮弁当、ご飯大盛りとプラス唐揚げとプラスサラダプラスサラダ、ではお疲れ様です。これプラスサラダ、プラスサラダ、プラスサラダ、チャッチーな、これチャッチーって、そんな失礼な、そんな素晴らしい、新鮮なお野菜ってこと。それとですね、プラスから、プラスから揚げね、そして久々に食べます、チキン南蛮。おいしそうな、もうタルタルソースたっぷりね、これはおいしそう。これご飯大盛りだから、ちょっとこっち開けてみたいと思います。オープン。おいしそうでございますな。おい、ちょっとこれ甘酢ソース、タルタルソースにかけたいと思います。タルタルソースというかチキン南蛮ね、甘酢ソース、なんかすごいタルタルソースいっぱいだな今日。たまたまかな、この量多くない、タルタルソースの量。まあ、多い方がいいよね、多い方は絶対。あー、うまそう、これタルタルソースがすっげーうまそう。いやいいねこれ。それでは、タルタルソースたっぷりの、チキン南蛮いただきたいと思います。いただきます。抜群にうまい、もう文句なし、うまい。タルタルソース美味しいねこれね。あ、これいいな、たまにタルタルソース食べたくなった時これ頼むっていいな。タルタルソースほんとうまい。うん、あの甘酢にタルタルソースっていう組み合わせ素晴らしい、考えた天才。サラダも食べないと。和風ドレッシングをもらいました。なんか、サニーレタスとキャベツと枝豆とか、あ、ドレッシングうまい、この和風ドレッシング美味しい。
晴らしい。これから残業増えるんだな、ほんと。まあ稼がせていただきましょう。残業してホットモット食いまくろうな。うん、唐揚げ食べよう。唐揚げにハニーマスタード、プラス唐揚げにするとさ、塩コショウとかついてこないんだもんね。だからやっぱなんか惜しいよね。ハニーマスタードたっぷりかけて、いただきます。うん、あーうまい。素晴らしい。ハニーマスタード知らない人のために解説をすると、ハニーマスタードとはマクドナルドのですね、マスタードソースと味が似てるソースなんですよ。以上です。これうまいよな、ほんと。うん、あれこれ弥生県にもチキンナンバーあるよね。弥生県のチキンナンバーも食ってみたいな。このタルタルソースだけで売ってほしい。肉もこれ多分胸肉なんだろうな。胸肉かな、胸肉だと思うんだけど、でも全然パサついてないし美味しいよね、お肉もね。よかった。これご飯普通の盛りには足らないよ、これチキン南蛮は。こんだけタルタルソースかかってんだもん。たまたまいつもこの量かかってんのかしんないけど、ホットモットでこういうさ、タルタルソース多めにしてくださいとか言ったら、タルタルソース多めにしてくれるのかな。どうなんだろう。これさ、最後の唐揚げ、あーうまい。
美味しかった。今日も素晴らしいお夕飯でございました。それでは、ごちそうさまでした。皆様またお会いしましょう。さよなら。